今回は iPad 版 Photoshop の覚えておくと便利なタッチ操作のポイントについて解説します。はい、それではですね、今サンプルの画像が出してあるのでちょっと操作を加えてみましょう。じゃあ例えばレイヤーを加えて、じゃあそこにですね、ブラシでちょっと書き加えてみましょう。例えばだるまの面をこんな感じで入れたりですね。で、例えば、まあ、これどんな操作でもいいですけどね、何かしら、作業を行いました。さあこの状態ですね、戻すとき、ボタンとしてはこの一番上のところにあるですね、Undo、Redo のボタンですね。はい、それをタップすると取り消したり戻したりできるんですが、まあ、毎回ここをわざわざですね叩くのもめんどくさいので指の操作で行います。例えば行った操作をどんどん取り消していきたいときには、はい、指2本ですね、指2本でタップするとこんな感じに1段階消えます。指2本でタップするごとに操作が1段階ずつ戻っていって、はい、全部なくなりましたね。で、取り消したのを取り消したい、戻したいときですね、その時は指3本です。指3本でタップすると、はい、取り消した操作がまた元に戻っていきます。はい、こんな風にですね、指2本で取り消し、指3本で戻すというのがいつでも有効になっているので、それでやった方がですね1回ずつ上に行かなくていいのでだいぶ楽ですね。はい、じゃあちょっと他の操作も見てみましょう。全体拡大したときはもうそのままピンチですね、ピンチで拡大できてまた縮小できてと、拡大縮小は好きなようにできます。でですね、例えばすごく拡大しててこれまたちょうどいいのに戻したい、そんな時には、この移動ツールですね、これが選ばれてるとダブルタップしただけでポンとですねこのちょうどいい状態を戻してくれます。大きくなっている状態でもダブルタップするとちょうどぴったり収まるですね、その時のサイズに直してくれます。これウィンドウのサイズが違ってるとこれですねちゃんと合わせてくれます。はい、じゃあですね、iPad 版 Photoshop 操作全般にわたって重要な役割を果たすものがあります。それがですね、この通常は左下の方に出ているこのタッチショートカットというものですね。これなんですが、パソコンの Photoshop に例えるとキーボードのシフトキーであったり、また Mac だとオプションキー、Windows だとオルトキーですね、その辺が果たしている役割、それを押しながら何かを行うと操作が変化すると、そんな役割を果たしています。じゃあ例えばですね、移動ツール今選んでいるので、この目とか文字とか書いたレイヤーですね、普通にこのドラッグするとフリーに移動するようになっています。はい、じゃあ例えばこのタッチショートカットですね、これを押したままで縦に動かすと、はい、これ横に動かなくなりました。はい、縦にちゃんとスナップして移動ですね。これパソコンの方だとシフトキーを押しながら操作したような感じですね。で、今度はじゃあ逆にこれ押したまま最初に横に移動するとこの真横に移動になります。縦には動かなくなります。はい、こんな感じでですね、かっちりした移動ができます。はい、そしてこのタッチショートカットなんですけど、今ですね一回押してこの外側に薄い枠が広がった状態、はい、ここからですね指をちょっとずらすとこんな感じに丸全体が白くなった状態になることがあります。この時また機能が変化します。例えば移動ツールであればこの状態の時に移動するとこれ2つになりましたね。レイヤーの複製です。パソコンだと Mac だとオプションキー、 Windows だとオルトキーで行っているような操作ですね。このようにですね副次的な操作が行えます。それぞれのですねショートカットに設定されているので、詳しくはこのクエスチョンのボタンを押すとこのタッチ操作というところですね、ここにツールごとのですね変化の仕方が出ているので、こちらも参考にするといいかなと思います。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。